S-2, S-2 は、アメリカ合衆国のグラマンが開発した、環状対戦哨戒機。デシプロ双発機であり、初飛行は1952年、アメリカ海軍をはじめ、各国海軍で使用された。愛称は、トラッカー、トラッカー、追跡者、追尾車。第二次世界大戦中に大きく発達したレーダーは、水上目標の監視、捜索機器として、 潜水艦捜索の重要な機器となっていた。しかし、1940年代後半の水上捜索レーダーは大型であり、艦載機に搭載した場合、レーダー以外の搭載は不能の状態にあった。そのため、艦上対潜哨回機であるグラマン AF ガーディアンでは、2機が1組となり、1機がレーダーを搭載し、水上目標捜索を行い、 もう一機が攻撃を行うというハンターキラーシステムを採用しいた。当然のことながら、二機一組で運用を行うことには、実用上の負担や制限が大きく、航空母艦の搭載機数の制限もあって、一機で捜索、攻撃を行う機体が求められた。アメリカ海軍は1 9五十年一月二十日に、各航空機メーカーに対し、一機で潜水艦の捜索、 攻撃を行える可能な限り小型の機体の要求を出した。各社はこれに応えて提案を出し、その中から6月2日にグラマン社の G-89 案が採用となった。10月31日に XS2 回から1の名称で試作機2機が発注されている。初飛行を待たずに追加発注が行われ、追加試作機 YS2 回から1が15機。 量産機 S2 回から1が294機発注されている。なお、試作機の初飛行は1952年12月4日のことである。部隊配備は朝鮮戦争の影響もあり、1954年2月から開始され、第26対戦飛行隊 VS-26 が最初である。なお、1962年に、 アメリカ軍の軍用機名称統一により、正式名称は S-2 に変更となっている。アメリカ軍以外でも西側諸国で広く使用され、総生産機数は1284機を数える。S-2 の機体をもとにして、C-1 輸送機及び E-1 送機警戒機が開発された。主翼は、後翼配置の直線翼であり、 ハードポイントが3箇所にある。ハードポイントには、魚雷、爆雷、2.75インチロケット弾を搭載する。エンジンは大直径の星型レシプロエンジンであり、左右の主翼に、各1機ずつ搭載している。エンジンガセルの後部には、各8個のその部位を搭載している。胴体は太く短い形であり、尾部に引き込み式のマットブームを持つ。機体下面には引き込み式に、 a p s, s 3 8水上捜索レーダーを搭載し、機内爆弾層には魚雷、または爆雷を搭載する。機体上部には電子専用のアンテナがあるが、これは D 型以降では取り外された。右主翼にはサーチライトを搭載している。艦上機であるため、主翼は髪型に折りたためるようになっており、Y 字型のアレスティングフックも胴体後部に装備している。 航空母艦での運用を考慮し機体は小型であるが、低空低速でも姿勢が安定し対戦紹介に向いた機体であった。反面、装備を小さな機体内に詰め込みすぎた感があり、居住性が悪く搭乗員からの評価は必ずしも良いものではなかった。台湾海上自衛隊には、米海軍から S2 階から1がマップ。 軍事務償援助により1957年、昭和32年4月から1959年、昭和34年6月までの間、計60機が供与された。海上自衛隊における愛称は、青高。供与にあたり1956年、昭和31年6月から、要員教育が開始され、TBM 要員を機関とした第一、訓練派遣隊を編成した。 派遣隊は、同年8月、対戦空母、プリンストン2条艦首都米へ同艦の第21対戦飛行隊、VS-21 により、S2 階の発着艦や、整備作業の研修を行い、引き続きのスアイランド海軍航空基地において、訓練を受けた。機体は、グラマン社から、米海軍のアラメダ航空基地へ空輸された後、輸送空母で、横須賀へ運ばれ、 昭和32年4月8日、米海軍追浜航空基地において4101、4102号機を受領した。その後、パージ、文化船で、木更津基地へ運ばれ、同地で試験飛行を行い、鹿野谷航空基地へ空輸された。同年5月1日、鹿野谷航空隊に派遣隊員を機関とした第6飛行隊が、新編さた。1958年、 昭和33年3月、徳島航空基地に徳島航空隊が新編され、S2 階から1は、鹿屋から徳島に移住し、ここを母基地として P2V-7 と共に対戦商会の任務に就いた。1959年、昭和34年6月20日に最終号機4165機を受領し、 最盛期には4個対戦航空隊が編成され、徳島の他八戸航空基地、下宇佐航空基地、あとに厚木航空基地に移転に配備された。昭和40年代後半から老齢化のため退役が始まり、一部の機は艦隊の対空射撃訓練を支援する、標的栄光機として4機が S2 回 U 2人員輸送用が、 主任務の多用時として2機が S2 回 C に回収された。1983年昭和58年3月30日、第1航空軍令下の第11航空隊を最後に全機退役した。海上自衛隊が運用していた機体は、現在も鹿野屋航空基地資料館等に展示されている。なお、S-2 の供与にあたって、米国に派遣されたパイロットには、 訓練の一環として、航空母艦へ乗り発艦訓練も行われた。そのため、米国派遣者を中心に、海上自衛隊内では、S、S-2 と共に空母が供与さると噂されていたと言う。実際には、S、S-2 は、前期が陸上機として運用され、海上自衛隊に、航空母艦が供与されることはなかった。海上自衛隊では、米軍にならい哨戒機の編成を、 陸上固定翼機、P2V-7、艦上固定翼機、S2 回から1、昇海ヘリコプター、HSS-1 の3系統に分けていたが、艦上固定翼機の陸上運用は非効率であるため、アメリカ海軍が後継として導入した S-3 は採用せず、S2 回の退役に伴い陸上固定翼機と、昇海ヘリの2系統に再編している。 中華民国空軍で S-2A を1967年により運用開始。1976年からは S-2E 及び S-2G をアメリカ海軍より中古で導入し、S、S-2A を置き換えた。1986年に S-2E と S-2G のエンジンをギャレット、ハネウェル TPE-331 から15。 オーターボプロップエンジンに換装し、各種装備をアップデートした S-2T を開発2201号機から2227号機までの27機が回収。1992年から運用を開始している。1999年7月より海軍に移籍したが、2013年7月より空軍に再移籍、末期は全機が 平日が敷地439混合連隊の33中隊及び34中隊で運用された。P-3C の導入により退役が進み、2017年6月に2214号機が新築空軍基地まで飛行、同基地で役目を終えたことで残る台湾の S- に T は1機となった。2017年12月1日に引退式典が行われ、 最後の1機となった2225機が他の439混合連隊所属機と共に飛行展示を披露。この式典をもって中華民国から S-2T は全機引退となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。